大島畠田遺跡は、平安時代の豪族が住んでいた屋敷の跡です。大きな建物の跡、門の跡、池の跡、中国から輸入されたたくさんの高価な陶磁器などが見つかりました。この頃の大きな屋敷跡の遺跡は全国的にも珍しく、国指定遺跡となっています。どんな人が住んでいたのでしょうか。なぜここに屋敷を作ったのでしょうか。大島畠田遺跡はまだまだ大きな謎に満ちています。現在、公園化に向けた工事を進めています。大島畠田遺跡の出土品は、都城歴史資料館で見ることができます。